こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は奈良県桜井市にございますランドマーク桜井2のご紹介をさせていただきます。こちら1階のお部屋になりまして、 1LDK タイプのお部屋となっております。まずは洋室からご紹介させていただきます。こちら洋室になるんですけども、洋室にはこのようなクローゼットをご準備しております。洋服もちろんかけていただくだけではなくて、チェストを置いていただいて使っていただくと、より便利にお使いいただけるかなと思いますね。窓もついておりまして、1階だけにはなるんですが、このようなシャッターですね、こんなも設備でついております。またこのガラス自体はペアガラスとなってますので、防音効果が非常に高いと思います。こちら玄関周りなんですけども、玄関こちらになりまして、下駄箱、非常におしゃれな姿見付きの下駄箱となっております。開けてもですね、非常に収納力が高い下駄箱になってますので、使い勝手は抜群だと思います。廊下の収納としては非常に大きな収納ついております。もう本当に何でも入れるそうですね。そのすぐ隣にもこのような収納ついております。大きいですね。リビングに行く前に、こちら水回りなんですけども、まずシャンプードレッサーですね。そして奥がお風呂となっております。こちらのお風呂はですね、浴室乾燥機もついておりますので、非常に使い勝手のいいお風呂だと思います。反対側のこちらが洗濯機置き場となっております。お風呂が出ていただきますと、おトイレですね。はい、おしゃれと付きです。こちらがリビングになります。リビングも非常に広々としておりまして、開放感が あるような作りになってますね。部屋も設備で付いております。バルコニーもございまして、こちらのバルコニーに出ていくガラスも全てペアガラスとなっております。こちらキッチンになりまして、キッチン、冷蔵庫置き場、このように取っておりますし、ここにガスコンロを置いていただくようになっております。レンジフードも綺麗なものをご準備しております。収納もこのように上と下でたっぷり取っております。本当にお一人で生活していただくだけではちょっともったいないかなというぐらいの設備を付けさせてもらっております。二人暮らしでも十分対応しておりますので、条件等をご確認いただいてですね、ご検討いただければと思います。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。